さあリンクにナンシー・ケリガンです。場内が拍手で促します。1月6日のあの事件以来、どこに行っても人の目がついて回りました。落ち着く日々はおそらくなかったことと思います。開会式にも出ないでこのオリンピック調整しました。場内アナウンスでこの大歓声です。ナンシー・ケリガン24歳になりました。努めて明るく振る舞っていますが、相当に神経は参っていることでしょう。アルベールビルオリンピックの銅メダルを今度は色を変えて取ることができるか、狙うは優勝だけ。ダイヤモンドの曲をメドレーで使います。最初はプレイミー。まずフリップジャンプから入りました。コンビネーションジャンプ鮮やか。ジャッジの前です。ここまでノーミス。曲は Headed for the Future に変わりました。今プログラムの半分2分。曲が変わって Dear Father。ここに使ってきました。難しい技。さあ、そして一番得意なスパイラル。最後の曲は Hot August Night。決まった。
メリカナンシー・ケリガン、パーフェクトな演技です。アメリカの期待を一身に背負ってこのリレハンメルにやってきました。去年の世界選手権はテクニカルプログラム同じようにトップに立ちながら精神面の弱さを疲れました。5位に終わりました。その後メンタルトレーニングで鍛えに鍛えました。あの1月6日以来この日まで気の休まることはなかったナンシー・ケリガンです。去年の全米チャンピオン、メアリー・スコット・ボールドコーチ、そしてイーブ・スコット・ボールドコーチ、今年は全米選手権は出られませんでしたが、特別認可のオリンピック出場、先ほど両親が出迎えましたが、さあ2回目のこれはコンビネーションジャンプを見てみましょう。素晴らしい演技を見せたナンシー・ケリガン、子どもたちが花束を集めてきます。おとといのテクニカルプログラムはなんとアメリカの1億2000万人が見たといいます。さあテクニカルメリット出ました。 5.7 と 5.8、 5.8 は6人おります。この後にまだバイウル、そしてボナリ、さらにビットといったところが控えております。ケリガンの技術点は 5.8 が出ておりますが、さあ芸術的な印象が高くなりました。 5.9 が 1,2,3,4,5,6,6 人です。そして 5.8 が3人、もちろんここでトップ、アメリカナンシー・ケリガンがトップに立ちました。第2位中国のルーチェン、第3位日本の佐藤由香、4位にアメリカハーディングと続きます。さあここで満足そうな表情、場内に大きく手を振ってケリガン。